はい、こんにちは、長澤です。本日は2014年8月15日、ジャパンカップ仙台大会まであと2日となりました。私のマシンはですね、いまいちまだ完成しておりません。一番問題になるのはね、ちょっとまあボディなんですけども、まずはね、シャシの方完成させていきたいと思います。ということで、こんな感じになっております。はい。ここですね。フロントがついておりません。あとタイヤもね、つけておりません。あとマスダンパー入っておりません。リアは入ってますけどね。この辺の仕組みについてはね、大会後にちょっと詳しく説明したいと思います。もう大体この形で行くしかないので、まあちょっとね、ここにフロントのローラーをつけて、完成という形にしたいと思います。でフロントに使うローラーがですね、リアはね 19mm のアルミローラー入ってますけども、フロントはこちらにしたいと思います。ダン、はい。HG19mm オールアルミベアリングローラーですね。こちらをフロントに入れてみたいと思います。でこれとスタビヘッドセット、はい、これを準備しております。これをね組み合わせて入れたいと思います。でまずは、まあね、ちょっと時間もないので、完全脱脂はちょっとしないでですね、軽く脱脂して、これ使ってみたいと思います。ということでまずは脱脂をねして、取り付けてみたいと思います。はい、こちらですね。こちらを開封して脱脂、そして装着してみたいと思います。で、まあね、こちらの台形スタビヘッドセット、この青いローラー、これ 19mm だと思いますけども、これの代わりにこれがつくという感じでやってみたいと思います。こんな感じですね。すごくシンプルでかっこいい。こういうデザインは好きですね。なんか強度もありそうな感じ。あんまりエッジ立ってないね。引っかかりどうなんですかね。ちょっとその辺は気になります。ちょっと丸いな。まあいいや。はい、じゃあ脱脂していきます。でライターオイルなくなったので、ジップオイルその辺で買ってきました。だいぶ回りますね。すでにだいぶ回るけどね、ちょっとワークマシンで回転させて乾かしていきましょう。になりました。ということでこれを装着していきます。いやいや、来たよ。はい、はい、ではこちらの脱脂した 19mm のアルミルペアリングローラーと、あとこちらの台形スタビヘッドセットを組み合わせて、作っていきたいと思います。ということでフロント部分が完成いたしました。こんな感じですね。 19mm のアルミベアリングローラー、オールアルミベアリングローラーですね。これと回ってます。
めちゃくちゃ回ってます。回りすぎですね。はい、これとあと17ミリのね、スタビヘッドですね。ここの間がちょっと寂しいかな。一応これちょうどあのね、中空ゴムタイヤのやつですけど、これちょうど入りますね。今回はちょっとね、入れないです。入れる時間ないんで。でも一応なんかちょうどよく入りそうな雰囲気とだけ言っておきます。ちょっとでも形もね、ちょっと微妙、ちょっと微妙ですね。やるかは分かんないです、今後。はい、で大体こんな感じで、完了ですね。改造完了。あとはボディをつければ、一応ボディとねタイヤをはめれば出れる仕様になっております。とこの寸法とかもね、マスダンの寸法とかもちゃんと測ってギリギリ収まる、ほんとギリギリですけどね、ギリギリ収まるようにしています。はい、こんな感じで出来上がっております。でこれのね、大会のこれ電池とかねえじゃんっていう話なんですけど、電池はね今回紹介しないけども、ネオチャンプですね、ニッケル水素でいきます。あとマスダンパーね、せっかくね買うのでこれがいいかなと思ったんですけど、これ AR シャーシのサイドマスダンパーセットに入っているマスダンパーとかね、これも含めて、これなんか分割されてていいなと思ってね、これも含めて調整をできるように、ヘビーなやつとね、これとあとは軽いやつ、ちっちゃいやつね、あれと、まあ、4種類なのかな、4種類で、変更できるようにこれを買いました、せっかくなので。はい、ということで、あとはサイドのマスダンパー、あとリアもね、リア増やすか分かんない、あとここでいいのかもよく分かんないですね。とりあえずね、こんな感じで作っております。こうですね。はい、じゃあ次回はですね、ボディをね、もうここに置いてあるけども、ボディをね、クリアボディ買ってあります。塗装もできるように買いました。ポリカーボネート用ですね。これカットするハサミ、これも買いました。ということで次回はね、こちらのボディを、作っていきたいと思います。また見てね。